Alright, hello everybody! Sleepy9Cat です。今回もマインクラフトテクニックパックをプレイしていきましょう。このクリスタルチェスト、これはひどい、バグの塊ですね。さっきですね、この中にアイテム入れて、皆さんにちょっとね、今回作るもののお見せしようかなと思ってたんですけど、これを置いといてログアウトして、さっきログインしたんですよね。このチェストとかが見えなくなってですね、あれ、なんか本当にチャーク壊れちゃったのかなとね、疑ってしまいましたよ。もうね、このクリスタルチェストは本当バグの塊ですね。まあそれは置いといてですね、まあ今回作る予定のものをいくつか作っといたんですよ。スチームエンジンとかで、今回作るのはリファイナリーというものですね。違う、そうこうだ、リファイナリー、ダイヤモンドギアが1個、そしてタンクが3つ、そしてさらにレッドストーントーチが3つですね。ダイヤモンドギアの作り方は、まあ、まず最初に木材じゃなくて木のギア、そしてその次に、まあ、石のギア、その後に鉄のギア、そしてさらに金のギアだったかな。でその後にダイヤモンドのギアですね。パッパッパッパ、木のギア、そしてパッパッパッパ、石、鉄、金、そしてダイヤモンドですね。結構コスト高いです。でレッドストーントーチが2つ、ここに置いといて、それでまあこうするわけですね。とリファイナリーができました。このリファイナリーは何かというとですね、まあこのようにこのサイドから、まあ、黒のオイルを入れてですね、まあ、このオイル施設で精錬して、ここから金のオイルが出てくるっていう施設に仕組みになってます。まあこれが一応今回持っていく材料です。でね、そのためにアルケミーバッグ2つ目作ろうと思います。白ではなく今度は赤を作ろうと思います。でそのアルケミーバッグの作り方ですが、まあ前にもお見せしたかな、まあ、このように作りますね。アルケミカルダストじゃなくてアルケミカルチェストを作りましょう。まずではまた倍速でお送りします。これで完成と。アルケミーバッグ、ちょっとこれ覚えさせておこう。結構使うからな、おそらく。よし、でこれをこの中にしまっといてと。 OKOK。 でこれはまあ色が違うので当然新しい、まあ、枠となってます。よいしょ、それじゃあこれ全部入れちゃおうか。あと燃料も欲しいな。燃料2作ぐらい持っていけばいいか。あ、でもこれ石炭変えれるね。石炭の方が使いやすいから買いとっか。あ、そっか、これチャーコールの方がコストがいいな。チャーコール。まあ燃料この中にぶち込んでと。よし、あとは
アイタナリスフィールドに帰って、うん、OK、これで OK。 さて、スリはあっちの方に向かいますか。トマ、うん、あっちの方に向かいましょう。ちょっと、もうちょっと準備していくんで。さて、到着と。まあ、ちょっと止めてありますね。まあ、オイルがたくさんあるんで。で、ですね。ちょっとここを整地しましょう。よいしょと。OK、まあ、もうちょっとスペース空けとくか。まあ、こんなもんでいいか。で、ですね。これいらない。まずリファイナリーを置く場所を決めるんですけど、ここでいいか。ちょっと松明を周りに置いて明るくしましょう。ちょっとタイミングがいつも悪いな、夜になったり。そしてですね、このパイプ、まあ、このパイプ、ウォータープルーフパイプは、また忘れたよ。ちょっと取りに行ってきます。あるよね。ないね。くそ。じゃ、ちょっと取ってきたんですけどね、とんでもないミスを犯してしまいましたね、さっき。ハンマー持って右クリックしたらこんなような大きな穴が開いちゃいましたね。こういう道具とかは持っている時に右クリックするの本当に気をつけた方がいいですね。ドアを開けようと思ったら地下室にオーナーを開けていたっていうね。もう本当シャレになんない。そりゃまたあっちの方でお会いしましょう。よし、やっと戻ってきた。あそこであんなバカなミスをしなければもっと時間短縮できたのに。よし、では早速、まあ精錬施設のあれに入りましょう。行き玉いらないのにな。ちょっとこれ捨てちゃおうか。よしと。まあこれで、まあ、鬱陶しいあれもなくなったし、それをまあつなげてね。まあこれで OK なわけなんですけど、まあ、これじゃあもちろんこのままあっちに行くわけではないから、エンジンをまあ横に設置してあげます。よいしょ。まあこれをオンにするのは後にしてと。まずその前にこれをあのパオンにする、まあパワーが必要なのでそれもまあつけてあげます。そのためにはまあストーンコンダクティブタイプとウードンコンダクティブタイプがあります。これは何かというとですね、まあ、エネルギーを運搬する、まあ、電線みたいなものですね。だけどそれは、まあ、ビルクラフト専用の、なんていうんですかね、ビルクラフト専用の、電線っていうのかな。まあ、これを使って、まあ、このリファイナリーをパワーアップする設備を作りますと。もうちょっとスペースが必要だな。まあ、このもんか。で、松明はどこにある。ない。あ、あった。なんだ、見落としてた。よし、これで明るくしといてと。でですね、まあエネルギー取り出すためにはもちろんこのウーデンコンダクティブタイプが必要です。まあ、設置してあげましょう。これで大丈夫かな。で、まあ、これをね、電源に入れるための施設を入れて、パッ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 、ちょっと雪が邪魔だな。ここら辺でいいか。ちょっとこれじゃダメか。こうか。
よし、であとはレバーを入れてオンになるか試してみるか。 OK だね、おそらく。あ、そっか、ちょっと設置し直さないといけないな。よし、では、まあ、これで大丈夫なはずなので燃料を入れてあげましょう。よいしょと、燃料燃料、まあチャーコールでいいか。16個ずつ、パッパー、よいしょよいしょと、これで最後だと。これで おっと、エンダーマン、エンダーマンくる、荒ぶってる。これで OK のはず。これで、まあ、エネルギーがいくはずなんだけど、あ、OK ですね。まあ、これが青になったら緑、まあこれ一番ですね。まあこうなったら OK です。あとは空、これを取り出すためのパイプも作りましょう。コブルストーンウォーターパイプと OK。 あとはね、まあ、パイプに入れるためのあれを作りましょう。まあ、こんなもんでいっか。そういえばディストリビューションパイプって作れるのかな。ダメだね、ダメか。じゃあこのまま、まあ、どっちかが溜まったら他の方に行くのを願うしかないか。燃料、よし、これで完成と。スイッチスイッチ、木材、これで OK のはず。うん、 OK だね。まあ、両方のパイプに、パイプじゃなくてタンクに均等に入れられるはずだから大丈夫でしょう。 OK、 まあこんなもんですね。リファイナリーは、まあ、これを使ってね、まあ、クアリーとかいろいろな設備を、まあ、なんていうんですかね、あ、そうだ、レーザーとかの施設も作る予定となっています。そうだね、ちょっと録画どれくらいしたかな。21分か。ちょっとカットもいろいろしたからな。あとなんかすることあったかな。ないね。まあこれだけやったのこれしかないか。まあ短いエピソードになっちゃうかもしれないけど、まあそれはそれ仕方ないね。何の問題ですか。ほひょチャーハン、よし。あ、そうだ、じゃあ、まあ、これが稼働しているところを早送りでお見せしましょう。そうしましょうったらそうしましょう。持ってたかな、あれを。持ってないか。まあ、ちょっとそのための準備をしてくれるのでカットします。よし、まあ準備もできたのでここから早送りとなります。それでは、まあ機械が働いているところをお楽しみくださいと。ちょっと待った、もうちょっと高くしようか。ん、これでいいか。あーっと落ちた。よし、今度こそ。それではお楽しみください。
爆発しよった。あれ、石パイプ、石エンジン爆発しないと思ったんだけどな。気のせいだったのか。これは知らなかった。ああ、オイルも少し吹っ飛んじゃったな。もったいない。ああ、しょうがない。まあ、こういう時だってありますよね。まあ、じゃあ今回のエピソードは爆発落ちっていうことで終わりにしましょう。ああ、もったいないな、いろいろと。まあ、それではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。